茨城県龍ヶ崎市出身のプロサッカー選手。サッカー日本代表、EFL チャンピオンシップのハダースフィールドタウン FC 所属の中山優太の英語力と英語勉強法についてご紹介させていただきます。1997年生まれ、1 8 1トル7 6ラム You two, thank you for, for speaking to us after the game. Uh, obviously, it, it looked quite tough out there against a, a good team. How did you find that experience? Yeah, they were a good team. So, uh, beginning of the game, I think we started uh, playing well, but the first goal was uh, really, like, pity. So, yeah, and then that was not, like, our scheme you have been in the, the team for a few weeks now you you had to move position a little bit today you you've been playing the left side of a, a back three alongside Tom and Mahal, but then you went out to to wing back. How was that shift for you? I think when I play as a uh, three of the left back uh, as a center back uh, my like easy to it's easy to like show my ability i think uh, that's why I think at the beginning of the game I think the ball position is 50-50 or something. Uh, we got like problem of the James Jacking injury. So yeah, start playing wing back. Uh, I just wanted to play uh in higher position but uh, I couldn't do it. So yeah, that was yeah, not our result. It's, it's tough when they've got their their wingers so high for you to to find that space in behind them, isn't it? Yeah. Um, one thing that obviously we wanted to talk to you about as well is it's going to be your last game for Huddersfield for a little while. Um, you've got the call up today from from Japan for the Asia Cup. How did that make you feel? In terms of an national team, uh, I'm really happy to be called up. But yeah, uh, yeah, what I can do is uh, like trust everyone this Huddersfield Town, and then uh, what I can do is.

同じくオランダ一部、AZ の菅原幸成選手と共に、東欧直後は英語での意思疎通に苦戦したが、今ではチームメートや監督と英語で円滑なコミュニケーションを図っている。2選手は、トライオン、東京、文京、が運営する英語コーチングプログラム、トライズ、のグローバルアスリートプログラムを受講し、英語力を伸ばしてきた。グローバルアスリートプログラム、では、 スポーツ関連の英語コンテンツを主な学習教材とし、海外への遠征、外国人選手との交流に求められる実践的な英会話を1年で身につける。学習時間は1年間で1000時間、1日3時間程度の計算だ。高い英語力とコーチング力を備えた日本人のコンサルタントが学習を日々サポートし、専属のネイティブコーチが週3回、1年で144回レッスンを実施する。 トークイベントは、トライオンの三木武信社長が中山選手、菅原選手に質問を投げかける形で行われた。オランダに渡り、語学で苦労した経験を三木社長が問うと、中山選手、聞き取れない。何を言っているかわからない。自分のことを伝えられず、人間関係を築くのが大変でした。こう振り返った、サッカー選手としてチームでも、当然語学力が求められる。 中山選手はオランダで、監督の話に選手が積極的に意見を言うスタイルを経験。はじめは英語で何も言えなかったことから、チームの一員になりきれていないんじゃないかと葛藤がありました。全員の前で、英語で意見を出したい、と感じたという。菅原選手は、持ち前の明るい性格でチームに溶け込んだが、でも、それだけじゃダメ。 英語で会話してコミュニケーションをとり、自分のことを知ってもらうことで関係性が深められます、と話した。講師を交えて2選手が英語で会話。1日3時間、毎日英語学習の時間を作り出すのは簡単ではない。僕も正直、3時間と聞いたときは、できるのかな、と思いました、中山選手、と振り返る。それでも練習や試合のハードスケジュールを塗って学習に励み、 その成果は形となって現れた。中山選手、ミーティングで監督から意見を求められた時、最初の頃は話せなかったので、チームメイトも気になっていたと思うが、英語で僕が話し始めると、お、という雰囲気になって、終わると拍手が起きて嬉しかったですね。イベントを締めくくる Q&A セッションでは、英語学習者であるトライズ受講生から事前に寄せられた質問に、中山選手と菅原選手が答えました。 特に多く寄せられた英語学習の時間をどのように捻出しているという質問に対しては、両選手が隙間時間の活用を挙げました、試合に向かう前日のバス移動のときなど、時間を見つけて組み込んでいますと菅原選手。サッカーと英語学習で共通点を感じている点はありますかもしあれば、どんなことでしょうかという質問に対して菅原選手は、毎日向上ですと笑顔で即答。 中山選手も、向上心を持ってやることが一番だと思います。向上心を持たずに、ただやる、という時間をできるだけなくすことが大事だと思います。と、菅原選手に同意しました。2021年の日経ビジネスの記事、欧州で活躍するサッカー選手の中山優太氏、英語力を伸ばすには、より引用。中山さんは、受講開始から8ヶ月でイギリス・ピアソンの英語スピーキングテスト。 ベルサントのスコアで47点を取っています。8ヶ月で12点のアップは大変立派な成果だと思います。47点はセフル、ヨーロッパ言語共通参照枠、詳しくは会社の英語力の指標にセフルが加わった、トーイックと何が違う、お参照、で言えばちょうど B レベル、自立した言語使用者、に到達したところで、その中でも B1 レベルということになります。 B1 は次のような定義です。セフル B1 とは、仕事、学校、レジャーなどでよく遭遇する身近な事柄について、明確で標準的なインプットの要点を理解することができる。その言語が話されている地域を旅行中に起こりうるほとんどの状況に対処できる。身近な話題や個人的に興味のある話題について、筋の通った簡単な文章を作成することができる。経験や出来事、夢、 希望、野望を説明し、意見や計画の理由や説明を簡潔に述べることができる。このレベルに達すれば、プロのサッカー選手として、戦術面での監督とのミーティングや、ピッチ上での選手間のやり取りなど、サッカーに関した範囲については、自立した言語使用者として通訳などの助けなしにやっていけるレベルになっているはずです。 中山さんはそれほどかかりませんでしたが、30点台の人が B1 レベルの47点まで到達するには基本的には1年、1000時間かかります。しかし、47点の人が58点まで行くには個人差はありますが、それほど期間はかからないと思います。最短で3ヶ月で到達できます。 それは、学習の基本パターンができていることに加えて、B1 レベルの自立した言語使用者として普段の生活やビジネスでも実際に英語を使う場面が多くあるからです。最後に、中山選手から、ネイティブと話す機会を増やすにはどのようなことを心がけるべきでしょうか、という質問もいただいています。この姿勢は素晴らしいと思います。 特に B1 レベルの英語学習者が B2 になるためにはレッスンだけでなく日常でも英語を使って暮らし仕事をすることが非常に重要だからですまずあらゆる機会に英語で話しかけることです海外ではこちらから英語で話しかけないと相手もこちらがどのくらい英語が話せるかわからないので話が発展しないものです海外留学で英語力を大きく伸ばした人の話を聞くと スーパーのレジでも、エレベーターでも話せる限り話をした、という話をよく聞きます。あとは、環境を変えることだと思います。例えば、非常に親しい友人を作ったり、ルームシェアをしたりといったことです。ナンバーウェブの記事、欧州挑戦する、サッカー選手と語学問題。中山雄太はどう克服し、試合に出たか、より引用。甘かったな、中山雄太は、はにかんだ。 準備はしていたんですけどちょっとその部分に関してはなめていた自分に対してすごくこう物申したいっていうのは今感じますね2019年の初夏国書に覆われたオランダの小さな町ズボレ2019年中山優太はオランダの PEC ズボレへの完全移籍を発表 冷房の効いた小綺麗なホテルの一角で、一人の日本人青年が、リラックスした表情で日本にいた頃の、なめていた自分を振り返った。最もっとも、課題は明らかだった。スタム前監督は、中山に対して、コミュニケーションを要求したという。スキンヘッドのオランダ人指揮官は、エールディビジの試合に出るにあたって、中山の実力は申し分ないと考えていたそうだ。しかしか コミュニケーションの部分がマイナスの評価だったというもっとコミュニケーションをとスタム監督にはもっとコミュニケーションを取ってくれって言われていました自分の言いたいことをしっかりと言えるか語彙力だったり語学の問題もありましたけどその上でそれを踏まえてもっともっと表現していかないといけないっていうのはスタム監督も言っていましたねサッカー選手に限らず 多くの日本人海外移住者がぶつかってきたであろう、壁に、中山もぶち当たったのである。もちろん日本にいた頃から準備はしていた。英語の勉強をしていた。だが、おそらく多くの日本人がそうであるように、中山の心の中には、現地に行けばなんとかなるだろう、そんな楽観的な考えもあったという。なんだかんだ行けるだろうっていう気持ちも、まあ、少なからずありました。語学に関しては、 僕の場合は日本で勉強したことが全く意味がなかったというわけではなかったのでやっておいてよかった部分もあります。それでも慣れるまでに長い期間時間がかかったのでもっとやるべきだったなっていう風には思いましたね。しっかりと自分を表現するっていう部分一般的に日本にいると海外に住めばその国の言葉を月日の流れに比例して習得できると考えがちだ。 しかし、実際に住むと、現地語の習得のためには、日本にいたときと同様に、もしくはそれ以上に、普段の努力が必要になる。もちろん、日本にいた頃にどれだけ行き先の言葉を学んでいたか、その準備も移住後の言語習得のスピードを左右する。しかし、現地で外国人との間のコミュニケーションに適応するには、個人差はあるにせよ、一定の時間は必要になるだろう。 中山自身オランダへと向かう最初の飛行機の中で日本にいる時の自分とは変わらなきゃいけないと考えていただが人は変わろうと思ってすぐに変われるものでもない気持ちや意識はすぐに変えられるものですけど語学の部分ではどうしても時間が必要な部分はあると思います僕としてはコミュニケーションのところも問題視しつつ技術があれば使ってもらえるだろうっていう意識もあった ただ振り返るとしっかりと自分を表現するっていう部分ではプレーもプレー以外のコミュニケーションでももっとやらなければいけない状況にいましたね獲得の際にズボレ側からは特に英語ができるのか言葉に関する問い合わせもあったという中山は堪能ではないことを伝えたそれでも実力面を評価され3年半契約の完全移籍につながった そうしたいきさつがあったことを踏まえると、中山が技術があれば使ってもらえるだろうと考えたのも無理はない。だが、スタム前監督は、とにかくコミュニケーションを要求してくる。そして、こわものオランダ人指揮官が求めてきたものは、語学力というよりは表現力と言い換えた方がふさわしいかもしれない内容だった。 どんな形でもいいから自分の考えをしっかりと表に表して相手に伝えろスタム前監督はそんなことを言いたかったのかもしれない茨城県龍ケ崎市で教員の両親のもとに生まれ小学校1年時に兄が所属していた北文館スポーツ少年団に加入し本格的にサッカーを始めた 小学生の頃に6年間ピアノを習っていた。龍ヶ崎市立アタゴ中学校サッカー部でプレーしていた中学2年時に茨城県トレセンに選出され、練習試合で柏レイソル U15 と対戦した際にスカウトを受け、中学3年時から柏の下部組織に入団した。中学時代には学級委員長や体育祭の応援団長、合唱コンクールの指揮者を任されるなど文部領道の学生生活を送り、 千葉県立科市は南高等学校に一般受験で進学している。下部組織時代は中盤からディフェンスラインまでさまざまなポジションを経験し、高校2年時の2013年7月には、若干16歳ながらトップチームに2種登録された。高校3年時にはチームの主将を務め、高円宮杯 U18 サッカーリーグプレミアリーグイーストでクラブ史上初の優勝を達成した。